アイリス大山でも今日から角田工場でワクチン接種が始まりました。アイリス大山は従業員7000人とその家族を対象に全国9カ所でワクチン接種を実施する予定です。角田工場では今日午前接種が始まりました。従業員1530人とその家族が対象で、今日はおよそ400人が接種を受けたということです。とても安心してこれから業務に当たれると思います。1回目打ててまずほっとしている、とてもそういう気持ちです。アイリス大山によりますと、職域接種をめぐりワクチンの打ち手の確保が課題で、今週は過去にインフルエンザのワクチン接種で協力を得た医療機関から医師と看護師合わせて5人の派遣を受け対応するということです。まずはその社員の皆さんが安心していただける、そして家族の方もですね含めてやれるということで、安心してですね仕事ができるということが一番のメリットだと思ってます。アイリス大山は県内では角田工場を含め2カ所の会場で接種を進める予定で、8月末までの終了を目指しているということです。